はい、おはようございます。マッシュチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、電磁砲と爆裂パンチで、題名を決めてないから、言うことねえわ。まあ、電磁砲と爆裂パンチでクリアするポケモン金銀、やっていきたいと思います。前回が、なんだっけ？まあ、結局、確率が 50% ぐらいに落ち着いたというところで、はい。開幕の電磁砲外し。まあ、そうですね。よし、OK。もっとさ、なんか、うわ、すげえっていうの見たいけど、なかなか起きないよな。まあ、やっぱ5発ぐらいから結構すげえなってなるけど、俺的には。50% 5連続って結構すごいもん。まあ、ということで、今回は1回ぐらいそれがあると嬉しいですね。連続で当てる方が欲しいよな。これで2連続当たり？リエさんの残りを全部連続で倒そう。はい。あ、いいじゃない。今回の旅は調子良さそうですね。まあ、苦戦すると思ってたでしょう、この題名見たとき。このシリーズの題名見たとき、苦戦すると思った人は素直に、絵文字の挙手マークをコメントでください。めっちゃ当たるんですけど。逆につまらんぐらい当たるな。なんか当たりすぎても反応に困るんですよね。結局サンダーが覚醒したか。前回サンダー足手まといさんだったもんな。今4連続か。あー。結局は4連続止まり。何もすごくなかったな。ああ、2連続外し。あ、そして、電磁砲をなくされた。うわ、しかもやばい。黒いものなしで逃げれなくなった。やられる以外にすることがないんだけど。電磁波すいません、使いますね。そっか、こういうパターンのか。これもうなんか申し訳ないけど、悪あがきで倒すか。相手めっちゃ痺れてるし。もう舌で舐めるでやられるの無理だしな。痺れて動けない。まあ、飛ばしましょうか。やばいやばいやばい。4連続痺れ。ああ、残念。はい、ということで、呪われてサンダー終わりました。はい、で入れ替えて、OK、ピカチュウね。何気に4連続痺れ起きたんだけど。ああ、外れる。黒いまなざしうざいな。意味ないやろ。オッケー。電磁砲当てていって、やりましたね。今日なんか暑いな。冬ってやだよな。最近さ、そう、お風呂屋さんに行ってないから、まあスイッチか、まあ、戦うか。まあ VR か PS5 買おうか悩んでたんですけど、その前にね、ほら、空気清浄機をね、2台目を購入しました。うん。いや、ほんとさ、俺掃除全然しなくてさ、家の埃やばいんですよね。窓も開けないから。よくないよな。家にいると常に埃でくしゃみ出るし。よくないよね。不潔。よろしくない。掃除しよう。でも掃除嫌なんだよな。なんか掃除、こうしてくれるやつ頼めるぐらいリッチになりたいな。はい、OK。いくらぐらいするんだろう、お掃除。週1ぐらい掃除してほしいよな。家で取られて困るものないからな。まあ、強いて言えば指を振るコイキングをやってるカートリッジ取られたらだいぶ萎えるな。ポケモン銀の。あー当たるね。いや、今日すごいぞ。どんどん、収束させていっている。電磁砲の方。爆裂パンチはさ、元からなかなか当たってたから。気持ちいいぐらい当たんな。何連続当たってんだ。この冒険で1回ぐらいな。いや、どんぐらいだろう。え、ちょっと計算しよう。どんぐらいの確率だったらすごい。あと、この電磁砲以外使えないの結構厳しいな。電卓で、50%の50%。
25% ね。3で、むずいな。計算しながら、うわ、外した。あ、ちょっとカウンター戻さなきゃ。ナイトヘッド。当たる。いや、でもこれ当たったところで、倒せ。呪いしてくれ、むしろ。はい。何連続目標にしよっかな。いや、とかこれ入れ替えるのか。そっか。前回は大体倒せてきたけど、これがだるいな。よし。もうあとピカチュウ以外電磁砲がないからな。ナイトヘッドで。え、先生取れ、え、待って、何レベル相手。ああ、ギリセーフか。はい。あ、先生は取れる。オッケー。めっちゃ当たるな。ポケモンの中でさ、まあ収束なんか関係ねえか。毎回 50% なの。毎回 50% なのかな。どんどん確率上がったりしないのかな。はい。そしたら計算したら、10連続の 50% がさ、0.097% だから、まあ 0.1% ぐらいか。0.1% ぐらいなら全然ありそうだよな。1万分の1でしょ。これを目標に行こう。ゴッと引くのとそんなに変わらない。あ、10連続で当てる。あ、当たんなかったね。いけるよ。2連続。でも10連続で外す確率と色違いが出る確率そんなに変わん、とかまあ9連続でもそんぐらいだったけど。じゃあ色違い出てほしいな。こんだけやってて、まだ色違い出てないからな。あの、野生のポケモンってそんなにあれか、エンカウントしてないからな。そりゃそうかって感じだけど、サンダー、うん。このゴーストタイプもやっぱきついな。あー、黒いまなざしか。電磁砲しか攻撃ないとな。磁石欲しいね、磁石。あれ、今呪われてんだっけ、俺。あ、入れ替えればよかった。いや、でもサンダーならやってくれる。はい。やってくれる。いや、この戦闘またぎでもいいから、10連続ね。狙っていこう。狙っていこう。いや、このさ、いや、この確率が決まってる感じのやつでさ、狙っていこうとか言わざるを得ないパターンの時あるじゃないですか。狙うって何ってちょっとたまに思っちゃうんだよ。自分で言っててもあれだし、見てる時もそうだけど、狙うもクソもないよね。あん。まあ、こういう冷めたこと言ってるから友達いないんだろうな。え、でもここ、大丈夫か、ここの戦闘。冷静に、詰まされる可能性はあんな。黒い眼差しと恨みで詰まされる可能性がある。松葉さん。まあ大丈夫でしょう。まあ今後もゴーストタイプにはちょっとね、慎重にというか。いや、慎重にもクソも電磁砲しかやれる技ねえから。関係ねえんだけどさ。これ何気に続いてない電磁砲。いや、忘れちゃったな。一回ポッキ戦行ったから。なんとなく4連続目ぐらいな気するんだけど、参加。外してるのかな。なんだ、いや、まあ、いっか。ここから始めよう。ほら、2連続。2連続でも 25% だからすごいんだよ。あ、しかも急所。あっという間に倒せるな。これでもさ、当たんなくて積む可能性あんのかな。積むっていうか、やられちゃう、全滅あんのかな。あ、先生取られた。あ、3連続。今日すごいぞ、ほんと。まあ、今日っていうか、まあ、パート1から続け取ってるからあれなんだけど。このパート。やっぱ1回間が空くとは全然ダメでした。催眠術避ける才能は、あー、2連続。ビビレ。あ、3連続。何もすごくなくなった。3連続ね。いや、なんか結局、四天王ぐらいまで調子良くて、レッドでめちゃくちゃ運悪くて確率収束したら面白いな。めっちゃストレス溜まりそう。よし。あ、痺れて動けない。痺れめっちゃ出んだ。あ、外した。痺れて動けない。あ、電磁砲なくなった。まあ、ピカさん出しとこうかな。はい。
めっちゃしびれてない？気のせい？かわいそうなぐらいしびれてんだけど。そしてレンジ砲が150分の75になった。いい感じ。今回、前回さ、全然ダメだったから。今、累計したら 50% 超えてんな。叩きつける。いらないです。どれもいらない。レンジ砲でラン埋めてほしいぐらい。コーストね。PP 足んないから、ピカチュウに爆裂パンチ覚えさせてもいいけどな。あ、黒いマナだし、良くないですよ。やれ。あ。はい。やられちゃう。ピジマ、あ、マシ、あー、ちょっと。ちょっと当ててよ。なんかさ、4連続で当たったら、あーいいねってなるんだけど、4連続で当たった後に、4連続外しても 50% だけど、損した気持ちになる。やられました。言ってること伝わったかな？ちょっと難かった説明が。まあ、結局自分の都合にいい時だけね、いいように感じちゃうんですよね。めっちゃ外れない。4連続外ししてんな。はい。うわ、5！ すごいぞ！ 5 連続外しだよね、多分。これはすごい。逆に見たい。5。はい！ 6！ 大丈夫か。いや、6だよね、多分。はい。7！ いや、すごいぞ！やばい、電磁砲真似られた。あれ？ 7 だよね。7か6だよね、今。あー、残念でした。惜しい。7回でどんぐらいの確率なんだろうね。後で調べるか。うわー、やり返された。モノマネされた。しかも強い。強かったわ。よし。あ、ないじゃん。はい、こんな時のためにね、元気のかけらを買ってあります。7連続でも 0.7% だよ。結構すごくないですか。なかなかの確率だったな。いや、てか、そもそもあんのか、電磁砲。はい、あー、3発ね。はい、やれ。あー、やばいぞ。これなくなったらまずいぞ。しびれ、めっちゃしびれんな。よし、オッケー、やりました。いやー、せっかく150分の75までいったのに、160分の77になった。一瞬で挽回されちゃうね。でも爆裂パンチがな、爆裂パンチもっと使いたいんだけど、なんかあんま使える場面がないな。まあ、この後みかんちゃん戦とかで使えるか。なんとなく電磁砲の方がね、強いような気がしちゃうのよ。よし、そしたら、行きましょうか。いやでも、どうだろう、28番ドルだっけ。まあ、わかんねえや。はい。いや、ここの道路で、そう、結局ね、こいつ避けれないんだよ、俺、いつも。俺は外国版っていろんなポケモンを知ってるぞ。あ、それ、ポケモンってさ、外国版ないね。なんか、ないのかな？関東とか、上都とかあるから、なんか、ユーラシア大陸版とかね。よくわかんねえこと言ったけど、今。え、爆裂パンチ当たるんだ。爆裂パンチめっちゃ当たるんだよな。あ、倒せねえか。あ、しかもウパーだから爆裂パンチしかないのか。ウパー？ウパー？ ウパー？ わかんない。叩きつける。強いじゃん。当てなきゃ負けるぞ。はい。あ！わあ、脇若がある。はい。よし、オッケー。逃れた。やれ、マイキー。おい！やばいぞ。あ！へははは。久しぶりに出てきたのに負けた。じゃあ、テンさんでいこうかな。いや、もう、カイリキほんとかっこ悪くない？これ。横顔すぎるよね。よーし。あんま経験値美味しくないし。マサヒロ。そのトヨさん、まさにワールドクラス。ありがとうございます。ワールドクラスの、あー、いや、今、後ろ向いたじゃん、一回。すごい勢いでこっち向いてきたけど。0.1 秒ぐらいで振り返ったぞ。体を真後ろに一回、へへ。てんのにすごいな、リカちゃん。もうここね。あ、ミュウツードさん。まあ、戦闘は基本ミュウツードがいいよな。両方覚えてるから。あ、外した。もうなんかミュウツーってあんま当てないんだよな。体当たりで。あんま関係ないんだけどさ、ほら。やっぱ記録を作るのはこいつか。2連続ね。いや、うん、悪いな。
電気ショック一発目で真昼か。ちょっと運悪いのが出てきましたね。いよいよ全然倒せないし、あれあれ、え、待って待って待って、爆裂パンチって混乱 100% じゃないの？え、今フリーズしてる結構今。あ、もしかして256分の1のやつである、混乱効かないやつ。いや、わかんない。凍える風でもなんかあったよね、確か。混乱しなかったです、爆裂パンチで。こんなことあるんか、急所。攻撃力下がったからよかった。珍しいの見たな。え、いや、今、連打しすぎて混乱解けたのもわかんなかっただけ？どっちだろう、わかんないや。まあ、混乱しないもあんのかな。で、じゃあ、だとしたら電磁砲でまひらないみたいな。ありえそうだよね。ありえないのかな？どうなんだろう。まあ変なのを見たということで、エリガちゃんありがとうございました。強烈なターン。よし。意外と満身創痍なんだけど。そんなに余裕な感じではないんだけど。まあ、結局やっぱほんと命中低い技って弱えよな。対戦でさ、1か8かやるとかだったらいいけどね。バカバカしい岩友なんかほっときゃいいのさ。お前はちょっと思考が良くないよ。もうちょっとさ、どうしたそんな感触起こすなって。そしたら、どうしようかな。東大から行くか。よし。ひとたびに1回ぐらい変なこと起きてほしいよな。まあ、爆裂パンチ混乱しないはなかなか変だったけど。でもあれどうだろう、連打しすぎて一瞬で混乱が解けたんだとしたら、残念なこと俺言ってるけど。まあまあまあ。より除くね。あ、マイキーにしてるわ。でもこいつどうせ、やつつかんのかな。はい。あるんかい。まああるよね、そりゃ。いや、強すぎる。外した。いや、入れ替えるか。見せてやるか。まあ、鳥ポケモンにはね、鳥ポケモンでしょう。鳥ポケモンなのに電気技を使ってくる残酷なポケモン。はい、当たんないんですよね。破られた。ちょっと当たんないな、当たんないな。3連続外しこれで。はい、あー残念。サンダーはなんかずっと悪い方にだけちょっと確率を悪くして、別にそれを継続させてくれるわけでもない地味なやつですね。あんまり使えない子だな。残念な子。ちょっと今回あれだな、あれなんか松葉の時はなかなかいい感じだったのに、微妙な感じになってるぞ。どんどんどうなることやらですね。じゃあジェントルマンね。いやなんかマイキーのレベルがちょっとあれだな。あ、正直4体でいける気はしてるけど。あ、でもなんか素早さ高えな。さっきから思ってたけど、何気に先制するもん。じゃあ耐久が、はい、よし、 OK、 やっと当てたな。倒しきれない。でもマイキーは脇若を引く天才。はい、あ、ダメだな、マイキーくん。しかも蹴り技じゃねえのか、マイキーくんって。あんまり知らないけど、東京パンティリベンジャーズ、バジくんがやられちゃったとこまでしか見てないからな。あとハッピーエンド、あ、やばい、ネタバレになっちゃうか。ほぼいっちゃったけど。はい、あー外していく。いや、今回は爆裂パンチがどんどん悪くなっていくな。てか電磁砲もだけど。あー、まあでも今回のパートは爆裂パンチ界なんでね、怪力も頑張っていこうよ。怪力ってか、あれなんだね、ガーディってそんな早くねえのか。怪力と同じレベルで先制取れないんだ。怪力はとにかく遅いイメージ。あ、オッケー、いいね。力こそパワー。やりました。いいね。
19レベルね。なんかみんな均等に、な地球投げ19で覚えんだ。微妙ですね。19ダメしか通んないじゃん。19レベルで19ダメってクソ弱い気がするけど。あ、そしたらマリルか。まあ、とはいえ、50レベルで覚えたとこでもう50レベルで50ダメージも弱いか。そう考えると固定ダメージってそんな強くねえのか。50レベルで50ダメージは弱いよね。まあ、一匹縛りだったら使えるけど。普通ではあんま使えない気がすんな。マリルを、あ、倒せない。ちょっと倒せないんだよな、ずっと。わけわか引いていこう。いや、いいね。ここで 50% を使ってしまったけど。まあでも当てるのも外すのも 50% だから、使ったもクソもないな。両方 50% だもんね。さあ、この後戦闘ないのか。もう丹波ジム行こうかな。はい。はい、そしたら丹波ジムね、行きましょう。まあ多分無理だけど、マイキーくん戦闘で行こうかな。マイキーくん進化しないともう無理だな。ついていけてない、全然。ちょっとね、やっぱ、使うのだりーなーってなるんだよな。あ、ミュウツーだった。あれ？俺ポキツン行ってねえか。あ、ちげえわ。あれだったな。海上で戦闘にしてたら、エンカウントがひどすぎて、そう。シルバースプレー使ってもエンカウントするから、下げちゃったんだ。まあ、ミュウツーさんで行くか。マイキー君をこの格闘ジムで揉ませようと思ったのに、全然与えない。やばい。あ、特攻だけのか。爆裂パンチで行くか。なんかいい勝負なんだよな、サンブラーとかと。やっぱ複数ポケモンがいると、あれですね。うまい具合に上がらないですね、急所。いいね。まあ、一回の経験値でいっぱいレベル上がるから、まあ、大丈夫か。清正。あ、そうか、このまま連チャンになっちゃうか。格闘家に怖いものなんてないぞ。なるほどね。ほんとか？無人ほどそういうのってなんか、怖いものは怖いって言いそうだけど。無理なものは無理ってちゃんと分かってそうだけど。電磁法とか絶対怖いでしょ。科学。はい。電磁法がいい感じで。当たった、急所ね。急所であれなんだ。全然なんかやれないな。なんか序盤は一撃良かったけど、いい勝負になってきちゃったね。外す。これ結局一発外したら、攻撃力半分と変わんねえもんな。実質ね。混乱した。終われ、わきわかで。あー。エビワラーの炎のパンチで、銃も受けるんだな。よし。爆裂パンチは、急所めっちゃ出すな、そんで。今じゃないのよ。海人に勝ったと。あがん。よし。じゃあ、ここはマイキー君に頑張ってもらおう。マイパーと活躍するポケモンが変わると楽しいけどな、俺は。俺的には。前回は、でも前回別に活躍したやついねえか。全員平均的な活躍だったな。あー、先制取れる。いいね。あ、やばい。格闘は、格闘家の、格の違いを思い知らされた。やられたな。まあ、最終進化で、分からしてやるか。よし。爆裂パンチもあと1回で、記念すべき100回目。今99発ですね。急投げか。俺もつい最近覚えたけどな。25も食らう。はい。あー、100回目当てた。電磁砲とは一つ違う。そして100回目で、100分の57と。どうですかね。微妙だよな。3連続外しでも、あー、違うか。3じゃないか、6か。で、ほぼ元に戻っちゃうもんね。なんで言わなだね。なんで今一つチョイスしたんだろう。はい。あ、外す。どんどん外すな。なんで岩なだれなのこれ。どういう AI？ あ、OK。半分は行くでしょ。あー、でも、もうちょっと行くと思ったな。思った以上に与えないですね。あ、やべ。なめぷされてたわ。
やられた。じゃあいいとこ、今日まだ出してないか。ピカチュウで行くか。はい。やーティル。ピカチュウが結局エースなんだよ。エース？うん、まあエースか。21レベル。ここだって31ってことは62でしょ、今。あれ、電気玉持たしてるんでね。よし。マイキー。マイキー、ここのジムで出しても無理か。いや、でも分かんないよな。一発でも耐えればさ、混乱させられるから、なんとかなるんだけどな。と、結局は、今回のプレイは 50% を引き続ければ勝てる、そういうゲーム。でも相手は同じポケモンでレベルが高い。弾は爆裂パンチがあるかどうか。下手ぐり。足を切られて、あーギリギリ耐えた。やれ、あダメじゃん。まあ、おとなしく入れ替えるか。ちょっとマイキーダメだな。よし、サンダー。いや、乱れ引っかきか。入れ替えるのを読まれていた。購買の技でね。はい。外すんですよねー。おい。はい、オッケー。電磁砲はなかなか面白い数字になってきてんな。あ、いいね。レベルも上がんない、マイキーは。あ、怒り猿ねー。まあ、行きましょう。入れ替えてまでレベルを上げる気は起きないな。なかなか豚だな。へへへ。豚猿ポケモンほんと豚だな。あ、外した。今回でどんどん、あ、オッケー。もうちょっとで累計300回ですね。100回ごとに確率はなるべく出したいけど。はい、あ、当てる。なんかレベル差あるけど、まあ半分は与えてくれて。やっぱ技の威力大事だよな。まあ当たり前なんだけどさ、やっぱこの時点で高火力技があるとめっちゃ楽よな。一匹縛りの時とかもね。いいね、倒すでしょ。でももう一回、結局またポケセン行くのか。いや、もうポケセン行かなくてもいけるか。とて誰だっけ。とて怒り猿か。大丈夫、いけるっしょ。怒り猿はもう、もうパワーとパワーのぶつかり合い。あ、違う、パワーとスピードのぶつかり合いね。スピードあるやつに対しては、力一発当てれば、掘り寄せる。と。素早さでね、ちまちま当てるより俺は力で一発派なんで。あらゆるゲームでね。うん。はい。睨みつけるオッケー。やれ。よし。さんはなかなか活躍してると思うんだけど。あ、急所じゃないんだ、あれで。すごいね。攻撃力知りたいな。まあ、どんぐらいなんだろう。あ、乱れ引っかき、やばい。いや、でも、あ、全然受けないじゃん。余裕だね。暗いな。あ、外した。結局ね。あ、外した。あ、先生の爪か。天さんには先生の爪も出してますよ。薄のろなんでね、こいつ。あ、1。いや、これは見せるのか、見せるのか、テンさん。わけわか、からの、はい、お疲れ。結局ダメだったなぁ。爆裂パンチのね、回数、試行回数増やしたいんで、爆裂パンチを優先的に使おうかな。まあ、ニョロボンはさすがに電磁砲で行くんでね。だから全然当たんねえんだけど。負けちゃうよ。ゆうつおさん。ゆうつおさん。避けよ。まあ、ミュウツーのせいではないけどね。ちゃんと5回当たったわ。全然当てない。何やってんだ、こいつ。ミュウツーなんか、ほんと、ずっと足でまとえ感、否めないんだけど。ああ、さすがに倒したか。しかも倒さないような気がした、今。よし。ああ、スピードスター。いらねえ。ヨロボンね。まあ、いいか。ミュウツーで行こう。活躍してくれよ。あ、間違えた、危ねえ。はい。よし、これは偉い。電磁砲当てんのは偉いよ。あ、思ったより当てる。え、急所？急所？でも倒しきれず。
何していくんだろう。波乗りか。やられちゃうかな。ちょっとぐらい耐えそうな気がするけど。レベル差えぐいか。あー耐えないか。そっか。これはもうあいつでしょう。来たぞマイキーくん。今まで君は確かずっと外していた。いけ。やるんですよねー。いやオッケー。いいとこ取り。経験値食いのマイキー。あ、2レベル上がった。いいね。これで結構追いついたよ。攻撃力も高い。攻撃高いな。40万だ。やりました。結構やれてるなぁ。なんだかんだやれてるよね。まあやっぱただ勝つってだけだったら複数ポケモンいた方が強えのか。まあ当たり前か。なんとなくなんか一撃でドーンってやりたいからさ。それだと、一匹縛りの時の方が多いなーって感じる。じゃあみかんちゃんもね倒していこう。はい、そしたらみかんちゃん行こうかな。まあ、ここ爆裂パンチあればね余裕でしょうよ。とか爆裂パンチあればてか爆裂パンチしか当たんねえけど。すげえなんか右側の隙間のない方から話しかけちゃった。襲われてる感があっていいね。みかんちゃん行こう。トイルね。30レベか。ガラテンさんだった。マイキーだと思ってたな。はい。10万ボルトで一発でやられちゃう気もするけど。どう？あ、無理？やばい。いや、勝てない。どうしよう。先生の爪。あー。いや、これ、あ、ミュウツーさんしかねえな。いや、違うわ。まず電磁砲で麻痺にしてからマイキーくん。OK。あー、外れる。電磁波やられる。そうだな。そっか、テンさん。うん。OK。まさかこんなことになるとは思ったより与えんな、そんで。意表をつかれてしまった。外す。ああ、まあ、等倍か。電気の鳥なのに電気等倍って悲しいよな。なんか効かなそうなのに。いや、すげえ外す。これ意外とやばいんだけど大丈夫か、まあ、ミュウツーでいけるか。でもこのコイルはマイキーで倒そう。お願いします。あー外すな。全然当たんねこいつ。いやーボロ負けするぞ。大丈夫か。やばいね。急になんか全然勝てなそうになってきたな。はい、よし、ようやく当てた。あー、オッケー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 。当てさえすればこんなもんか。コイルね。まあ、やるしかないね、もう。あの、ピカチュウで先に麻痺させてもよかったけど、まあ、いいか。いけ。よし。いいよ。調子いい。元気のかけらも一個あるんで、最悪ね。まあ、天3ぐらいを蘇らせればいけんじゃないかな。鋼地面タイプって厄介だな、これにおいて。電磁砲でアシストできないから、サンダーとピカチュウが空気すぎる。お互い外していく。当てる。いいですよ。あと2回で全部で、あれだな。全然与えねえな。300発だな。OK。いいぞ。やってしまえ、急所。ああ。これ、わけわか続かないと勝てねえんだけど、どうしよう。すごい傷薬もあるもんね。PP 足らんな。いや、待って待って待って。急所じゃない。あ、でも、レベル差すごいな、今見たら。あ、外した。わけわか。アイアンテール、うわぁ。そして300回やった。300分の、100、ん ?54。300分の154ですね。結局 50% 近いな。てか、これ、冷静に勝てなくない？大丈夫？勝てる気しないんだけど。ああ。あ、混乱も解けちゃったし。これ、テンさん、俺、テンさんを蘇らしちゃったけどさ。優勝。ミュウツーの方が良かったか。いや、でも俺はテンさんの方が、与えるはず。はい。先制するんですね。先制の爪かな。ああ、オッケー。まあでも混乱。いや、でも次絶対、すごい傷薬だもんな。あ、オッケー、ナイス！お願い！あー、ですよねー。
これがきついな。とか、レベル差がえぐいな。マグネスパンチ当てていく。急所、急所、急所。ああ。ああ、待って、先制するな。え、ま、嘘、先制の爪かな、どっちだろう、わかんない。わきわかで。ダメージ食らったらやばい気がする。外れるんだよね。ああ、外れた。混乱してる。わきわかで。わきわかをバックパンで勝てる。ああ。無理？無理かな？いやー、耐えるよ、さすがに。あっ！負けた。はい、ということでね、負けましたね。ちゃんと負けたな。まあ、そうよな。レベル差ちょっとね、しんどいですね。まあ、ちょっとコイルは、もう電磁砲で頑張ろう。外すんだよな。頑張れないな。あ、電磁波効かない、さすが。あー、外れる。ちょっと相手も確率を乱してくるタイプだな。よろしくないですね、このパターンは。ほらね、そうなんだよ。うん。そういうのだけ俺は引くんだから。こっちがやりたい麻痺混乱ちゃんとやられたそんで。やっぱ麻痺混乱ってやられると腹立つな。しかも負けたし。よくないな。サンダーも10万ボルトでやられちゃうからな。あ、全然当たんない。どうしよう。ああ、あっちも当たんない。当たった。ムカつきますね。あ、結構当たんな、そんでやっぱ。何回見てもそう思う。ああ、うん。これ無理かな。2体目のコイルまで電磁砲当ててほしいんだけど。無理じゃん。役立たずじゃん、この伝説のポケモン。サンダーだけは結構使えるんじゃないの、今でも。ああ。ああ、役立たず。電磁砲外しただけ。お疲れ。まあまあまあ、まあ、ヒってるからマイキー組んでいけるね。よし、オッケー。サンダーよりマンキーの方が役立つもんな。多めにもらう。ああ、まあ19。うん。コイルぐらいだったら先制しないかな。マイキーでいくか。こいつの爆裂パンチやってもハガネイルには役立たないもんね、別に。いや、待って、連打してた。ハガネイルから来たわ。あれ？ 2 体倒してないよね、まだ。ハガネイルから来やがった。あ、そっか、マンキー出してたからか。そうか。じゃあ、ここはもうミュウツーで頑張るしかないね。テンさん一撃だったもんな。あー、当たんねえんだよな。当たんねえと勝てねえんだよな。頑張れ、ミュウツー。いやー、きつい。よし。きついぞ。わけわかをずっとエンドレスに引くしかない、もう。頼ます。いや、とか待って、元気のかけらを使う余裕もねえな。え、待って、勝てない。いや、これみかん強えぞ。え？いや、これあれだな。元気のかけら使うとかいう次元じゃないな、全然。何の関係もなく勝てないな。わけわか出ないし。これは、行く順番変えるか。あー、勝てない。はい、そしたら怒りの湖ね。いや、ちょっと意外と、つか意外とってか、レベルがしんどいよな。まあ、地下道でレベルを上げるしかないね。あ、みかんがあのタイミングであのジムリーダーってやっぱおかしいんだよな。どう考えてもシジマさん先だよ。シジマかな。では、あ、ピカさんね。これは当てれば勝てるよ。当てなきゃ負けるけど。いや、先生取られる。そりゃそうか。外した。はい。あー、なんか、哀れるをしてこない。にしても赤いギャラドスってかっこいいよな。当てろよ。よし、オッケー。さすがに倒すでしょう。お、倒すよね。あー、だよね。これ無理だったらやばいもん。あ、OK、22レベルね。あれとか、まださ、あ、いや、50まで言うこと聞くよね。松葉でだもんね。よし、OK。そしたら、なんか当たんないから、当たんないからって思ったけど、だいたい 50% だもんね、今。これ、最終的に1000回ぐらい技使いそうだけど、500回も当たんのかな。まあ行きましょうか。